皆さんこんにちは、ナポンこと岡本ナオコです。本日は朝からちょっとお出かけしてきました。渋谷です。目的はこちら、だらーん、水星の魔女エクスポです。わーい、パチ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 。あの本日10日から12日日曜日まで開催されてるエクスポですね。本日朝一で行ってきました。ちょっとこれは行かねばと思い朝一で突してきました。マジで人多かったです。さあ入り口すぐにはですね、こちらエアリアルの像です。普通のエアリアルとエアリアル回収型、こちら回収型の方ですね。いやマジかっこいいよね。まだこれガンプラ作ってないんで、ちょっとゲットして今度作りたいなと。そう、ガンプラと一緒に飾られてました。かっこいい。こちらがね、あの普通のエアリアルの方ですね。ちょっとスリムボディで可愛いよね、エアリアルって。皆さんはエアリアルのガンプラ作ったりゲットされましたか？こんなものもありました。これ本当は間に入って撮りたかったけど、撮ってもらわせてなかったんでこうしました。さあ株式会社ガンドアームの皆様です。さあ無事に整理券ゲットしました。無事に整理券ゲットできました。私のは12時から12時半の部でした。だいたい10時20分ぐらいに会場着いて、このぐらいの整理券でした。ちょっと時間続きます。それで向かった先は渋谷センター街。なんかね、水星の魔女がね、今ね、ジャック中というか、こういうね、ポスターとかがいっぱい貼ってあってですね。で、QR コードのポスターとか読み取ると、なんかその QR ごとにキャラクターが違って、AR で撮影できるみたいなやつがやってるらしいので、皆さんぜひぜひセンター街渋谷行ったタイミングがあればですね、写真記念に撮ってみてください。あ、そういえばこちらメッセージのやつ書いてきました。ちょっとね、何書けばいいか迷ったんですけど、こんな感じにしました。さあいよいよ入ります。ここからはネタバレが含まれますので皆様ご注意ください。結構今回の展示内容としてはこういうね、なんか例えばエアリアルとかディランザーとかこうガンプラとその他キャラクターだったり、ちょっと説明のねメモが書いてあったものがありったりとか、あとはその公式のジオラマ、今回のあこんな感じのですね、あの水星の魔女の名場面集といいますか、なんかあこの戦いって水星の魔女といえばこの話数この戦い扱ったよねみたいなのがジオラマ化されてました。今回写真は撮ってないんですけど、あの壁にですね、そうやってガンドアームの皆様がこういろいろ説明書いてくれてるあのものとかも貼ってあったりとかしました。岡本はねカメラ持ってってたんで、あのジオラマ撮ったりそういうガンダム撮ったりとかそういうことを多くしてましたね。中は一方通行で、まあ追い越しても全然大丈夫ですよって感じなんですけど、まあ結構みんなジオラマの前とかでゆっくり写真撮ってたかなって感じです。岡本はこれ大体でも30分ぐらいで出てきたかなって感じですね。すごいよね。なんかこうやって見てるとさ、久々にあのジオラマ作りたいななんて思いながら、まあとりあえず明日ちょっとガンプラ作るんで、よかったら皆さんぜひ生配信遊び来てくださいね。あもうこれはね、あのすでに発売されてるものとか、あの後ろの方になるとこれから発売されるものとかも展示してあったりとかして、あこれね頭打ち落とすやつね、決闘のね、そうそう、まあ、ジオラマは決闘名場面集とかそんな感じが多かったかな。結構あこれ明日作ります。うちの方ですね。あこれ発表されましたね、販売されるって回収型。出口の方にはあこれも今日多分今日いつ出たのかなこの情報、あのこうやってね発売されますよっていう今後のね商品だったり、あのこれはオンラインであの販売される今回の水星の魔女エクスポのあのグッズ
の展示がしてありました。こんな感じでやって、このホロのやつめっちゃ可愛いと思いながら、あとこれキーチェーンかな、めっちゃ可愛いって思いながら見てました。会場では物販はしてないらしいです。これはオンライン限定らしい。出口の方ではね、2期の PV っていうの、なんていうの、予告というか映像が流れてました。いやいいですね、あっという間でしたね。あ、ちゃんとね入場特典いただきました。これランダムっつったけど私選べたんですよね。あのね、ちょっとドリンクがね待機中だったんで、こうやってあの外にねある他のブースのものとかに行ってました。さあ並びました、マジで並びました。さあ4つマックス1人上限が4つだったんですけど4つ買いました。明日明後日行かれる方はねちょっと早めに行った方がいいかもしれないですね。整理券だったり列とかがすごくえぐくて、多分スタッフさんも慣れてないか何かでちょっとね混雑とかしてたのでお気づきください。今回は飲みたいドリンクをただただ頼みました。ホット1個だけです。エランのブルーソーダブルーベリー入り、スレッタのストロベリーソーダフランボワーズ入り、ニカのグリーンアップルソーダキウイ入り、シャディックのレモネードですね。こちら全部で4点買いました。まずはねソーダを、これさ本当に飲む場所がなくて普通にこれ窓なり人とかいるんですけど、平気でカメラ回すようになりましたね。この間マネージャーさんにもう外で一人でなんかカメラ持って写真撮ったり YouTube 撮るの慣れましたって言ったら悲しいねって言われました。ソーダはね意外とねちょっとブルーベリーの癖が強かったかも。これはニカのグリーンアップルソーダですね。これ結構美味しかった。ちょっとねとりあえず一口ずつ味見ってやつですね。これはスレッタのストロベリーソーダ、これが一番岡本的には好きでしたね。ちょっと周りの人の気配とかね、目の前に関係者の方とかが立って話してたんでちょっと気まずと思いながら結構無で撮ってて、今見るとめっちゃ無すぎて恥ずかしい。で最後ホットはね、シャディックのレモネードです。なんでミオリネのトマトスープにしなかったんだろうって家帰ってきて後悔しました。この時はでもねちょっとトマトスープってこうちょっと重ためなものよりなんかちょっとさっぱりしたものを飲みたかったんですよね。暑くて、そうあるある出てこないって思って見たら出てきてあっちってなるやつ。ちなみに今このレモネードを飲みながら仕事してます。さあそして1個買うことに1個ついてくるコースターです。これちょっともう開けちゃったんですけど、タラン、あーかわいい地球寮。岡本水星の魔女このキャラが好きとか、なんかここの組み合わせが好きとかは特になくて、安定の箱押しってやつですね。グエルがいいやつすぎて一気めっちゃこう可愛いってなってました見ながら。さコスタ負けたのでこのままドリンク持ってお家に帰宅しました。明日明後日まで開催してるので行かれる方はぜひぜひ楽しんでください。バイバーイ。